まるだけが知るこんなこと。レッツゴー。黒さんとレッドさんと一緒に黒木さんを迎えしてお話をいろいろ聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、プロ野球解説者の黒木さんだから知る解説者あるあるを聞いていきたいと思います。おー、新しいね。解説者あるあるね。基本的には皆さんがその野球中継で見てるこのテレビで出てるこの映像ありますよね。それはほとんどあんまり見ません。なるほど。たまにこう見ながら後追いをしてみたりとか、どういうところに入ってくるかとかっていうのを見たりはするんですけど、基本的には真後ろから見てポジショニングとはその一球一球違うんですね、カウントによって。でそういう全体的なものも見なきゃいけないし、モニターがなくてもピッチャーが何投げたかっていうのは球速表示と曲がり方によってとか、バッターのタイミングのずれ方によってフォークボールを投げたのねとか、チェンジアップで泳がされたよねっていうのは僕らの中の判断でやりますので、基本的にここに映ってるモニターではあんまりやらないようにはしていますね。あ、なるほどなるほど。結構忙しいですね。そうですよね。忙しいですよ。はい。でそれプラスもう、まあ、多分ほぼほぼやってると思うんですけど、みんなスコアブック書いてます、ちゃんと自分で。そうですよね。そう、自分でスコアブック書きながら球場内の動きを見ながら、アナウンサーの実況の方の声を聞きながら、そのタイミングで話をしていくので。わあ、なんか実況の方とのやっぱ相性とかもあるんですか。やっぱり基本的には実況の方が合わせてくれます。僕はどちらかというとそういうスタンスで見てるので、申し訳ないけどアナウンサーさんの顔ほとんど見てないんですよ。でもそれをちゃんと実況の方は、黒木さんっていう人はこういう解説をする人だとか、実況の方分かってるので。そうか、だから人それぞれまた違うってことですね。まず球場に行って、はい、の監督には一応ご挨拶をして、選手が練習してるところをここの目線で見ます。で練習してる選手に声かけて引っ張って、ああだこうだっていうのは僕も絶対やらないので、邪魔になるので、基本的な練習中にはもう選手には基本的な声をかけないようにはしてますね。なるほど。あとはトイレ問題ですね。あ、トイレ長いんですよ最近は。なので、一応スタッフさんがこう飲み物をいっぱい用意はしてくれるんですけど、基本的には水分取らないようにしてます。もう僕はコーヒーはまず飲みません。はいはい、やってる最中。あとね、緑茶。はいはいはい、緑茶はね結構利尿作用がね僕の中そうですね、絶対行きたくなっちゃうんですよ。はぁ、でそれで延長行きましたって言うと、うっそっていうのが結構あるの。なので一応そこも想定して3時間半から4時間弱ぐらいを計算すると、もう基本的には本当に飲むとしても、もうちびりちびりお水だけ。解説をなさって最初の頃は気がつかずにどんどん飲んでたんです。やっぱね、緊張するので喉が乾くんですよ。はいはいはい、でその度に飲むと、すいませんトイレっていいですかってなっちゃうと、だってアナウンサーさん絶対行かないですからね。そういうところを頑張って、飲み物はすごく気をつけてます。なるほど、このあるあるはすごいな。そうですね。ものすごい退屈な試合とかってなかったですか。退屈というよりかは、ピッチャー頑張れよっていう試合はいっぱいありますね。いっぱい点取られて、打たれることもそうなんですけど、とにかくストライクの入らない。はいはい、いきなり3回までで1時間10分15分かかるとか、2時間かかるとか、そういうゲームになった時にどういう風にしてチームをこううまく選手を回していくかとか、こういうことするんだっていうのを見るのも楽しみですよね。で、まあ、先読みしながら解説したりすることもありますけどね。なるほどなるほど。その臨機応変に状況に応じて喋られてるんですね。集中している時に、今はちょっとこのタイミングで話振ってほしくないなとかいう時ってありますかね。あ、それはないですね。誰でもだと思ってずっと見てるので、あんまりこう、ずーっと噂げたら集中して見すぎちゃうと他が見えなくなっちゃうんですよ。だから、よくピッチングフォームなんかが変わってるなっていうのを指摘したりする時あるんですけど、それって、こうやって見てないんですよね。ぼやーっと見てると雰囲気の、そうすると、あれ？なんかちょっと違う雰囲気やなっていうのがあるので、で、そこから始めてその選手をこうグッとこう見て、グラブの位置がちょっと高くなったなとか、ひねりが入ってるなとか、っていうところをもう見つけ出していくっていう。で、そこには何があったのかっていう感じで見てるので、一人一人こうってこう見ていくと、野球全然見えなくなっちゃうんですね。
あー、なるほどね、面白い。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。今回はいろいろ解説あるあるを聞いていたんですけれども、他にもこういったあるあるを聞いてみたいなっていうのがありましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。今回書いたのはこちらです。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。どん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 ワシントン。